田中右衛門さなる大店でございます。今日は綿がすりの割と上物、羽織とか上っ張りとかそんなものがありますのでご案内させていただきます。お着物も一点のみですけれどもございます。こちらが綿がすりの羽織になります。紺地に青でね、ちょっと素敵な感じの模様が織り出されています。5080-00337、こちらが消費税込み4378円です。身丈61センチ、行丈62センチ、袖丈25センチ。袖丈ってこの一番太いところをね測ってあります。ほぼ筒袖ですね。こういう感じですね。裏がこういう感じになりますね。基本ウールとか綿ってあんまり裏地つけないことが多いですね。こちらが最初にご案内したものと同じ生地で作られております。綿がすりの上着になります。ちょっと丈が長いんですね。5080-00338、お値段は消費税込み3278円です。身丈が90センチ、袖丈62センチ、ごめんなさい、身丈が90センチ、行丈62センチ、袖丈が29センチになります。これもね、ちょっと太めのところを29センチで測ってあります。こういう感じです。こちらですね、丈が長いですよっていうところ、これでわかるかなと思います。先ほどの羽織はこの辺りだったと思うんですけど、それよりちょっと長いですね。こんな感じになります。はい、こちらは綿がすりの羽織になります。5080-00339、消費税込み3278円です。身丈が72センチ、行丈59センチ、袖丈29センチになります。裏はこんな感じですね。これが綿がすりの着物です。5180-00178、消費税込み4378円です。身丈が140、行丈60、前幅25、後ろ幅が28、袖丈40センチです。これタグのところに、後ろの身頃のところに少々変色ありとありました。一生懸命私、変色はどこってウォーリーを探せみたいな感じで一生懸命見たんですけども、ちょっとね、ここがってポイントで言えなかったですね。もしかしたらこの色合い的にどっかが変色なのかなとか、ちょっと私としてはね、皆様にね、ここが変色してますって言い切れないところがあります。ただタグには、少々変色ありというふうな表示になっております。ちょっとわかんないんですよね。もしかしたらこの糸のね、染めた時の状況でとっても青く発色されている糸と、そうでもない感じの糸で織り出されているところがあるのかなって、そんな感じがしないでもないという、本当に申し訳ないぐらいね、よくわからなかったです。一応そういうお着物です。今日はこんな感じでね、珍しかったので綿がすりをご案内させていただきました。お近くの方はね、お時間あったら金田中右衛門さなる大店覗いてみてください。あと本店の方にもね、素晴らしいものたくさんございますのでね、金田中右衛門ちょっとよろしくお願いいたします。ありがとうございました。